皆さんこんにちは。2020年3月1日の中日礼拝を始めてまいります。最初にですね、教会ニュース皆さんにお送りしています今日週報の真ん中にあります教会ニュースを確認させていただきます。今日は新型コロナウイルスの感染拡大を受けてと言いましょうか、感染拡大に備えてと言いましょうか、礼拝はビデオでの礼拝となりました。来週以降の礼拝については状況を観察しつつ、みんなで集まる礼拝とするか、ビデオ礼拝を継続するか、金曜日頃までにお知らせいたします。メールでお知らせしたいと思います。またメールが届かなかった方はですね、ホームページをご覧くださったらいいと思います。また私の方に、教会や私の方にお問い合わせくださったらいいと思います。3月はスモールグループを含めすべての定期中定例集会を中止いたします。厳しい時になりますけれども、共に祈り支え合って歩んでいきたいと思います。来週の3月8日東日本 大震災の被災地を覚えてメモリアル礼拝を捧げます。まあ、こちらもですね、ビデオになるのか、それとも集まって礼拝できるのか、はっきりいたしませんけれども、いずれにしろこの東日本大震災のことを覚えて、礼拝をされる予定です。震災から、9年経過しようとしていますが、この礼拝では現地で今も被災地支援をしている、宮古コミュニティチャーチの岩塚牧師からのメッセージをいただき、また、あと何人かの方々からのメッセージをいただき、その教会の支援献金を募ってまいります。教会ホームページにはですね、チラシがありますので、そちらもご覧くださると幸いであります。来週の日曜日3月8日早くも夏時間になります。時計を1時間早めるのをお忘れなく。教会向けのお知らせでありますけれども、教会奉仕の追加サインアップまとめています。さらに追加で、それをこれサインアップしたい、まだサインアップしてない、そういう方はですね、秘書の岡本姉妹までお申し出ください。ご質問は各担当役員まで、お願いいたします。そうですね、これから礼拝進めてまいりますけれども、これは本当に心からの聖なる主への礼拝です。いつもと違う環境ではありますが、いつもそうなんですけれども、私たちの礼拝を邪魔するもの、私たちが礼拝に、この礼拝でないものにこの時間をさせようとするもの全てから、神様守ってくださるようにね、祈りながら礼拝を進めてまいりましょう。お話を聞くとかですね、そういうことではなくて、本当に神様に礼拝をされるんだって思いでですね、礼拝をされ出しましょう。また、画面を大きくしてですね、もうコンピューターで見てらっしゃる方はニュースとかが気になるかもしれませんけれども、ニュースを見ながら聞くというのではなくて、本当に心からの礼拝を主に捧げたいと思います。聖なる神様の前に立って主を礼拝いたしましょう。皆さんご起立ください。賛美歌294番御恵み豊かき賛美いたしましょう。ビデオの方もこれスクリーンに見れるんですよね。はい、それでは、賛美をいたしましょう。賛美歌の294番です。御恵み豊かき主の手に惹かれて、この寂しきの目
神様の前に本当にこの礼拝が祝福されるように、この礼拝が導かれていくように、それぞれしばらくの間お祈りを、する時を持ちましょう。神様、今私たちはあなたの御前に立っています。あなたを求めて本当に心からの礼拝をされたいと、今日は集うことはできませんけれども、それぞれのところで主の前に立っています。主よ、どうかこの礼拝を祝福してくださいまして、神様、あなたにお会いすることができますように、あなたのご臨在を経験することができますように、本当に聖なるあなたの前に出て、神様、あなたに満たされる、そのような経験をさせてくださいますようにお願いをいたします。神様、今弱さの中にいらっしゃる方々、戦いの中にいらっしゃる方々を一人お一人を生き巡り、本当にここにおいて力を与え、神様の恵みを満たしてくださいますようにお願いをいたします。恐れがあり不安の中にいらっしゃる方がいるならば、主よ、どうか恐れるな、私であると主を語ってくださいますようにお願いを申し上げます。この場をあなたが豊かに満たし、神様、あなたのご臨在がお一人お一人のうちに豊かにありますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。賛美をいたしましょう。その日全世界が我が神主よ、見させたまえ偉大なるその開き、光が満ち、シオンの上にとどまる。救いの御業、全地を覆い、喜びの歌響かせ。その正義は平和を呼ぶ、主の御御霊が流れる。
歌いましょう。我が神主よ、我が神主よ、見させたまえ偉大なるその計画。天が開き光が満ち、主よ期間に入りました。イエス様の十字架を覚え、イエス様の見苦しみを覚え、歩むイエス様の十字架によって私たち許されたんだ、その恵みを覚える、そのレントの期間であります。本当にイエス様の十字架のことを覚えると、一年中本当にそうなんだなと思います。でもこの時特に神様のイエス様の見苦しみ、その足跡を覚えながら過ごしています。今日も私たちはこのイエスの十字架なければ神様の前に立つこともできなかったんだ、そのことを本当に覚えながら賛美を捧げたいと思います。賛美をいたしましょう。主イエスの主イエスの
だから今今もここにいてくださること覚えたいと思います。感謝して賛美いたしましょう。私たちの心に届くようにお祈りの心を持ちながら賛美をして
焼いてください。心の耳をさやかな御声を聞き取るために開いてください。心の目をさらに深く主を知るために開いてください。心の耳をさやかな御声を聞き取るために。どうぞお座りください。教会のために、お互いのためにお祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの御言葉に感謝いたします。私の羊を養いなさい、私の羊を飼いなさいと語ってくださるあなたに感謝いたします。神様、今このビデオを見ていらっしゃるお一人お一人に、またビデオを見ることができないでいるお一人お一人に、あなたが今望んでくださいまして、主よ、その心にあなたが触れてくださいますようにお願いをいたします。そして主よ、私たちがお互いに神様声をかけ合い、祈り合い、神様支え合ってこの時を進んでいくことができますようにお願いをいたします。神様、サタンは私たちにいろんな方法で攻撃をしてきます。神様、教会を混乱させ乱して、神様、あなたの元にある位置を壊そうとします。神様、どうか助けてくださいまして、私たちがこの時本当にあなたのもとに、主の皆のもとに一つになって、神様、あなたの前にひざまずいて、あなたの前にへりくだって、主よ、あなたの御業を、神様、あなたの力をここでいただいていくことができますようにお願いを申し上げます。神様、今弱さの中にいらっしゃる方々を一人お一人を行き巡ってください。悲しみや痛みの中にいらっしゃる方々を覚えてください。孤独の中にいらっしゃる方々に、神様、あなたが触れてください。神様、いろんなこの複雑な思いが、この去来して戦いを覚えていらっしゃる方々に、神様、あなたが沈まれと、神様がその心の嵐を沈めてくださいますようにお願いをいたします。あなたがこの教会の主であり、あなたがこの世界の主であることを今、神様、表してくださいますようにお願いをいたします。神様、今もあの小澄子さんの上に、お主人のヴィンセントのために、あなたの特別な守りを与えてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、どうかこの時、今もこの世界の中で不安、私たちの地域よりももっと大きな不安の中にいらっしゃる方々もお入りであることを覚えます。どうか主を助けてくださいまして、本当にあなたの特別な慰めを持ち与え、本当にあなたを見上げてこの時乗り切っていくことができますように、また弱さを覚えていらっしゃる方々のために、本当に私たちができることを示してくださいますようにお願いをいたします。おじいさんも、来週の日曜日はこの震災の 9年になります、この9回目のこのメモリアル礼拝を守ります。神様、今も戦いの中にいらっしゃる方々、大切な方を亡くされて痛みの中にいらっしゃる方々、今も復興の歩みを道半ばの地域、主を憐れんでくださいまして、本当にそこに神様、私たちのなすべきことを示してくださいますようにお願いを申し上げます。そして主を、私たちがいつも本当にあなたが主であり、私たちは塵に等しい存在であることを見失うことがないように、神様をもって導いてくださいますようにお願いをいたします。待ち望みます。
今度の礼拝、今度の日曜日、どのように礼拝を守るのか、主よ、あなたが導いてください。本当に主よ、あなたのもとにあって導きをいただい、決断をすることができますように、主を助けてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。今日はですね、子供のお話も準備しているんですけれども、子供たちもブレイブがないので子供の話も準備してるんですが、子供のお話の前に、聖書を同じ、子供のお話も同じ聖書の箇所でお話しますので、聖書をまずお読みいたしますね。ルカによる福音書の第5章です。聖書の御言葉です。神の御言葉である聖書の言葉をお読みいたします。ルカによる福音書第1章の5節から23節であります。ユダの王ヘロデの世にアヒアの組の祭司で名をザカリアという者がいた。その妻はアロンの家の娘の一人で名をエリサベツと言った。二人とも神の御前に正しい人であって、主の戒めと定めとを皆落ち度なく行っていた。ところがエリサベツは不妊の女であったため、彼らには子がなく、そして二人ともすでに年老いていた。さてザカリアはその組が当番になり、神の御前に祭司の務めをしていた時、祭司職の慣例に従ってくじを引いたところ、主の聖所に入って香を焚くことになった。香を焚いてある間、多くの民衆は皆外で祈っていた。すると主の御使いが現れて香壇の右に立った。ザカリアはこれを見ておじまどい恐怖の念に襲われた。そこで御使いが彼に言った。恐れるなザカリアよ、あなたの祈りが聞き入れられたのだ。あなたの妻エリサベツは男の子を産むであろう。その子をヨハネと名付けなさい。彼はあなたに喜びと楽しみとをもたらし、多くの人々もその誕生を喜ぶであろう。彼は主の御前に大いなるものとなり、ブドウ酒や強い酒を一切飲まず、母の体内にいる時からすでに聖霊に満たされてあり、そしてイスラエルの多くの子らを主なる彼らの神に立ち返らせるであろう。彼はエリアの霊と力とを持って御前に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に義人の思いを持たせて、整えられた民を主に備えるであろう。するとザカリアは御使いに言った。どうしてそんなことが私にわかるでしょうか。私は老人ですし、妻も年をとっています。御使いが答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルであって、この喜ばしい知らせをあなたに語り伝えるために使わされたものである。時が来れば成就する私の言葉を信じなかったから、あなたは口が聞けなくなり、この時が起こるまで、このことが起こる日まで、ものが言えなくなる。民衆はザカリアを待っていたので、彼が聖所内で暇取っているのを不思議に思っていた。ついに彼は出てきたが、ものが言えなかったので、人々は彼が聖所内で幻を見たのだと悟った。彼は彼らに合図をするだけで、引き続き口が聞けないままでいた。それから主の期日が終わったので家に帰った。これが主の御言葉であります。子供たちのためのお話をさせていただきます。でもビデオ飛ばさないでくださいね。大人の話にも関係しています。この人は誰だと思いますか。今読んだ聖書に出てきましたね。ザカリアさん、ザカリアさんです。ザカリアさんはですね、ちょっとこの絵は若く見えるかもしれませんけれども、年をとっていました。年をとって、祭司といってですね、神様の前に出てお仕事をする、神殿の中に入ってお仕事をする、お仕事をする人でした。このザカリアさんがですね、ある日、順番になったので、
この神殿の中に入ってお仕事をしていました。そしたらですね、そこに天使が現れたんです。天使が現れてこう言ったんです。ザカリアよ、恐れるな、あなたの祈りが聞かれたんですよ。あなたの奥さんエリサベツは赤ちゃんを産みます。男の子です。その名前をヨハネと名付けなさい。その子供は神様の特別な働きを頼まれた、任された子供なんですよ。神様のために働く子供なんですよってね、そういうふうにお話をされたんです。そしてその子はね、人々の心を神様に向きさせる働きをするんだよ、そういうふうに話をしたんです。それを聞いてザカリアさんはびっくりしました。びっくりしてですね、自分を見ました。自分はおじいちゃんになっています。そして奥さんのエリザベスさんのことを考えました。奥さんのエリザベスさんはおばあちゃんになっています。そんなことありえない、そう思いました。それでザカリアさんは言いました。そんなことがありえるでしょうか。私はもう年を取ってますし、私の妻も年を取っています。そんな赤ちゃんが生まれるなんて、そんなことありえないでしょう。そう言ったんですね。そんなこと理解できません、言ったんです。そしたらですね、天使が言いました。私は神の天使であるガブリエルです。この喜びの知らせをあなたに持ってきたんですよ。そして時が来れば必ず実現する、私の言葉をあなたは信じなかったから、あなたはこれからその時そのことが起こる日まで、赤ちゃんが生まれる日まで、あなたは口が聞けなくなりますよ。そう言われてですね、ザカリアさんはね、本当に口が聞けなくなってしまったんです。ザカリアさんが外に出てきた時にですね、人々が話しかけても、ザカリアさんは言葉が出てこなかった、喋れなかった。奥さんのところへ行っても言葉喋れなかった、出てこなかった。本当に天使が言った通りですね、心が この話したくても言葉が出なくなってしまったんです。ところがですね、天使のお告げ通り、エリザベスさん、おばあちゃんのエリザベスさんはお腹が大きくなりました。そして何ヶ月か経ってエリザベスさんに赤ちゃんが生まれたんです。みんな大喜びです。エリザベスさん、ザカリアさん、この子はどういう名前にしたらいいでしょうか。どういう名前なの、どういう名前にするの。親戚の人ね、みんな集まったの。そう、昔はね、親戚の人がみんな集まって考えたんだね。そしてね、だけどね、エリザベスさんはね、こう言いました。はっきりと言いました。この子の名前はヨハネですよ。神様のお告げがあって、ヨハネって名前にしなさいって、夫のザカリアにお告げがあったんだから、そう言ったんです。だけどね、みんなはね、そんなヨハネよりもザカリアの方がいいんじゃない。そう、その時代はね、ザカリア、お父さんの名前とかおじさんの名前とか おじいちゃんの名前とかね、もらうのが普通だったからね、ザカリアがいいんじゃないの、親戚にもどこにもヨハネなんて人いないよ。だけどこの子はヨハネなんです。そう、なので、それでですね、もうみんなはね、どうしてだろうと思ってザカリアさんに聞いたんです。ザカリアさん、本当はどう思ってるんですか。ザカリアさんの考え聞かせてください。ザカリアさんはね、このザカリアさん洋服の着替えがこうなんだけど、ザカリアさんはね、板を、まだ喋れなかったの、その頃。だからね、板を持って来てもらいました。そして板にね、書きました。その名は、
その名は何だかっていうと、その名はヨハネって書いた。その名はヨハネって書いた。そう書いたらね、その急にね、今まで喋れなかったザカリアさんがわーっとね、喋れるようになったんです。喋れるようになって、本当に何を言ったかっていうと、うわ喋れるって言ったんじゃなかったの。うわ神様素晴らしい、神様なんて素晴らしいんだ、ハレルヤー、そう言ったんです。そう、ザカリアさんは聖書にはっきりと書いてないんだけど、ザカリアさんはこの言葉が喋れなかったこの時、この時喋れなくなって喋れるようになったこの時まで何をしてたかな。きっとね、お祈りをしてたと思います。神様のことを考えてたと思います。神様ってなんて素晴らしいんだろうか、神様助けてください、神様どうすればいいんですか。聖書も読んだと思いますね。聖書を読んで、神様この子はどういう子なんですか、この子はどういう子なんですか、この子はどういう使命をもらってるんですか、神様にお祈りをしたと思いますね。そして口が聞ける時になった時にね、口が聞けになった時に、このね、ザカリアさんはもう嬉しくて嬉しく、心の中に溢れていたのは神様に対する感謝だったの、賛美だったのね。だから私たちもね、お祈りをしようじゃないか。神様教えてください、神様語ってください、聖書を読もうじゃないか、そう思いますね。聖書の中にこういう言葉があります。今日はこの聖書の言葉をみんなにプレゼントしたいと思います。ちょっと字が細かったね。読めますよね、読めますね、大丈夫ですね。はい、では皆さん読みますよ、一緒に読みますよ。日本語得意な人、大きな声で一緒に読みましょうね。一の三、しもべは聞きます、主よお話しください。サムエル記上三章九節。はい、それでは英語得意な人、大きな声でお願いします。三、はい、 Speak Lord for your servant is listening. 1 Samuel 3:9。そうです、私たちも本当に今日神様に同じようにお祈りしましょう。しもべは聞きます、主よお語りください、神様どうか私に語ってください、そのようにお祈りしたいと思いますね。それではお祈りします。神様ありがとうございます。エリザベスさんとザカリアさんに神様はヨハネさんを与えてくださいました、感謝します。そしてザカリアさんが口が聞きなかった時に、本当に神様にしもべを聞きます、主をおかけください、こういうふうにお祈りをしながら歩んでいったことと思います。神様私たちもこういうふうに歩むことができますように、神様語ってください、今語ってください、そう祈りながら歩んでいくことができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます、アメン。はい、それでは、大人の皆さん、別に子供の皆さんも続けて聞いてくださったら感謝ですよ。大人の皆さん、メッセージを話させていただきます。今日はですね、今お読みいたしました、また子供たちに話しました聖書の箇所、ルカによる福音書の第1章、5節から23節を通して、物が言えなくなるとき、この題でメッセージをさせていただきたいと思います。私たちは今日から、先週まではイザヤ書を読んでいましたけれども、今日から、ルカによる福音書を読んでいきます。ルカによる福音書から御言葉を読み、そこから神様の私たちに対するメッセージに耳を傾けていきたいと思います。このように今日はビデオメッセージになりましたが、皆さんと共に主を見上げ、主に礼拝をされることができる、そのことを心から感謝をいたします。ルカによる福音書は、ルカという人が、彼は医者だったと書いてありますけれども、このルカが異邦人、彼はまた異邦人でありました。ユダヤ人ではなくて、異邦人でありましたけれども、またユダヤ人ではない異邦人、彼自身異邦人であったルカが、このクリスチャンではなかったテオピロという
ローマ帝国、ローマにいるローマ帝国の高官、これ閣下って書いてありますから、ルカによる福音書の1章の3節のねところにテオピロ閣下って書いてありますので、この人は高官であったようですね。偉い人だったみたいです。地位の高い人だったみたいですね。その彼に手紙を、この書物を書いた。詳しく調べて、イエス様のことを詳しく調べて書いた。ですからユダヤ人じゃない私たちにとっても、また旧約聖書にあんまり詳しくなかったとしても分かりやすい、このイエス様の生涯についての書物であります。また詳しく調べたと書いてありますから、この詳しく書いたマルコによる福音書をルカは知っていたようですね。ルカはマルコによる福音書も持っていた。そしてあるところはちょっとそれを写すように書いたところもあるようであります。でもですね、このルカはそれだけではない、他のことも調べて、一生懸命調べて書いたんですね。もしもルカによる福音書がなかったら、私たちは例えば、ザカイであるとかですね、この良いサマリア人の話とかですね、放蕩息子の例え話とかですね、そういう話を知ることがなかったわけですね。これはルカによる福音書にしか出てこない。ルカが詳しく書きますって一生懸命詳しく書いたから、この、そういうザカイとか良いサマリア人とか放蕩息子の話が出てくるわけですね。で、今日読んだところも実はそうなんです。今日読んだところも、ルカが詳しく調べたからこの聖書に残っている箇所であります。これはですね、バプテスマのヨハネの父親であったザカリアが、のところに天使が現れて、男の子が生まれるよって、ヨハネと名付けなさいよと言ったところであります。彼は神様の特別な使命をいただいてるんだよ、そういったところであります。そして彼が物が言えなくなった、それを信じなかった彼が、信じられなかった彼が物が言えなくなった、それが今日の聖書箇所であります。今日はビデオ礼拝ということで集まることができなくてとても残念です。ウィークデーの集会もお休みします。とても残念です。でもそんな中で、いつも本当に私たちはいろいろ活動的に働いている私たち、静まって過ごすことをこの時求められているのかなと思う。一人一人が神様の前に出て行って過ごす、そのことを神様が教えようとしていらっしゃるんじゃないか。そしてまたもう一度集まることができるようになった時、あの今年の聖書の御言葉、今年の聖書の御言葉、人々が私に向かって我らは主の家に行こうと言ったとき、私は喜んだ、この詩編の122編の一節にあるこのことを経験できる。ああ、我らは主の家に行こう、それが本当にお互いに声を掛け合って、さあ我々は主の家に行こう、それが本当に嬉しい、それを経験させていただける、それを楽しみにしていきたいと思いますね。今日はこの聖書箇所から2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。1つがですね、第1のポイントがザカリアの戸惑いということであります。先ほどお読みしました聖書の箇所、1章の13節、この天使の言葉でありますけれども、その天使の第一声はこのようなものでありました。恐れるな、ザカリアよ、あなたの祈りが聞き入れられたのだ。あなたの祈りが聞き入れられたのだ。このメッセージはザカリアの祈りが聞き入れられたんだというメッセージだったんですね。このザカリアの祈りって何だったでしょうか。それは、まあ、この脈絡を見るならば、それは子供が与えられますようにという祈りだったでありましょう。でもこの後の展開を見る、先ほど子供たちにお話、子供たち向けに話したように、この展開を見ていくならば、ザカリアはそれが信じられなかった。どうしてだったんだろうかな。
いや、彼は本当にね、あなたの祈りが聞かれたんだって書いてありますから、この祈ってたんでしょうね。今の私たちにとってもそうですけれども、でもこの時代もっと大きなことでありました。子供が与えてください、子供を与えてくださいって本当に必死に祈ったと思います。彼は祭司の家、夫婦ともに祭司の家出身であります。まあ、祭司はですね、世襲制でありましたから、このそういうこともあったでありましょう。本当にこの子供を願っていた、子供を求めていた、必死に祈っていたでありましょう。しかしこの何年も何年も何回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 もがっかりすることの繰り返しを経験していきました。そのうちにがっかりすることを何回も何回も繰り返していくうちに、がっかりするのが怖くなる私たちはしばしばそういうことを経験します。ザカリアもそうだったのかなというふうに思います。彼はそして年を老いていた。彼は祭司でしたから旧約聖書のことをよく知っていました。旧約聖書の中にはアブラハムとサラ、本当に高齢になって神様が約束の子供を与えてくださった。アブラハムも信じられなかった、サラも信じられなかった、でも神様はアブラハムとサラに赤ちゃんを与えてくださった。イサクとリベカ、本当に一生懸命になった時に神様子供を与えてくださった。ハンナ、本当に一生懸命祈って涙を流して祈って、本当にその泣きながら祈って神様子供を与えてくださった。そういう聖書の中に出てくる神様が祈りに応えて御業を成してくださった例がいくつもある。それを何度も読みながら、ああもう一度神様の前に出る、そういう経験を何回しただろうかなと思う。そうだ、アブラハムの神様がいらっしゃるんだ、ああ、あのイサクの神様がいらっしゃるんだ、ああ、あのハンナの神様がいらっしゃる、私たちも祈ろう、そう祈ろうじゃないかって二人で何度祈っただろうかと思います。でも、それも聞かれずに、彼らは日々を過ごしていました。彼は、あなたの妻エリサベツは子供を産みますよ、あなたの妻エリサベツは男の子を産むでしょうと言われた時に、どうしても信じられなかった。どうしてもそんなことが起こると信じられなかった。祈ってきたんだけど神様助けてくださいって、神様って祈ってきた。いや、それはしばらく前の話で、今は祈ってなかったのかもしれません。とにかくですね、そのすぐにこのあなたの妻エリサベツは子供が与えられるんですよと言われて、それをすぐには受け入れられなかったのであります。でも天使は、時が来れば成就する私の言葉を信じなかったからって、だから信じなさいってことですよね、いうわけであります。皆さん、誰がこのザカリアを責められるでしょうか。皆さん、あなたはこのザカリアのことを責められますか。信仰がないなって、私はできない、ああ本当にこの姿は、このザカリアの姿は私の姿と同じだなと思う。祈ってないわけじゃない、祈ってる、でも本当に神様がその祈りを聞いてくださった時に、ああ神様祈り聞いてくださったんだというよりも、本当ですか神様、そう思うことがどれだけあるかと思う。いや、もういつの間にか期待しなくなってしまうのかって私たちの人生には起こってくる。がっかりするのつらい、がっかりするの寂しい、だからもうがっかりするの嫌だから、もう期待しないことにしよう、そう思うことはどれだけあるかと思います。でも神様は私たちに信じなさい、そんな私たちに信じなさい、いや分かってますよ、でも信じなさいって言われるわけであります。皆さん、私はこの言葉を味わっている中で一つの言葉を思い出しました。それはマルコによる福音書の9章の22節から24節の言葉であります。
誰かいないですか？大丈夫ですか？マルコの9章の22節から24節。しかしできますれば私どもを憐れんでお助けください。これは、息子がですね、苦しんでいる時にですね、この息子をイエス様のところに連れてきたこの人の言葉であります。しかしできますれば私どもを憐れんでください。その時にイエス様はこう言いました。イエスは彼に言われた。もしできればというのか、信ずる者にはどんなことでもできる。そう言われた時にこのお父さんはどのように答えたでしょうか。信じます。その子の父親はすぐに叫んでいった。信じます、不信仰な私をお助けください。信じます、不信仰な私をお助けください。これは信仰の言葉でしょうか、不信仰の言葉でしょうか。いや、もう信仰の言葉とか不信仰の言葉って分ける話じゃないかもしれませんね。私たちの言葉です。信じます、不信仰な私をお助けください。本当に不信仰な私なんです。でも死を助けてください。信じますから。神様はいつもいつも私たちに信じなさいっておっしゃる。でも私たちなかなか信じられない時がある。でもその時に本当に神様の前にその不信仰を悔い改めて、信じます、不信仰な私をお助けください。これが私たちの信仰です。本当に私たちは弱い。本当に私たちはこの自分の信仰が自分の力に頼っていこうとするならば、そんなに信仰があるかって、そんなにない。いや、自分は大丈夫だと思ってる方が危ない。でも本当に神様の前に自分の弱さを認めて、自分の不信仰を認めて、自分の足らなさ、自分が、ああ神様信じきれないでいたな、その姿を思い知らされて信じます、そのようにお答えしていくのが私たちの信仰ではないでしょうか。私たちは神様の力を信じるんです。神様が本当に全能の方であり、神様には何でもおできになる、神様におできにならないことはないんだ、そのことを信じるんです。本当に神様は一つも不可能なことはないんだって。そして神様の愛を信じることです。神様は私たちに対して愛を注いでいらっしゃるんだ、私たちに本当に良きものを与えてくださる、私たちを支えてくださるんだ、私たちと共にいてくださるんだ、私たちに力を与えてくださるんだ、そのことを信じることであります。この方が今もいてくださる。こんな話は聖書の中の話だよ。ゼカリアもそう思ってたかもしれない。でもこんな話は聖書の話の中の話だよというのではない。この神様が今もいてくださる、今も生きて私たちに目を留めてくださる。本当にそのことを覚えたいと思いますね。そのことに感謝をしていきたいと思います。2番目のポイントに進んでいきましょう。2番目のポイントは沈黙の中でということであります。ここで御使いは、あなたが信じなかったから、やはりこれは撤回です、やっぱりあなたの祈りを聞くことはやめました、そうは言いませんでした、やっぱりあなたには子供を与えませんとは言いませんでした。御使いは、私はあなたは私の言葉を信じなかったから、あなたは口が聞けなくなりますよ、あなたはこのことが起こる日まで物が言えなくなりますよということでした。これは信じなかった罰なんでしょうか。信じなかった罰であなたは口が聞けなくなるよ、そういうことだったんでしょうか。いや、ずっと子供の時からこの話を聞くたびに、まあそうなんだろうなと思ってきたわけでありますが、今回読みながらですね、罰弾なのかなって思った、そうでもないかもしれないぞと思ってます。聞く気がしなかったザカリア、本当にこの時から9ヶ月でしょうか、10ヶ月でしょうか、この妻がお腹に子供を宿してから
ずーっとそのお腹が大きくなる間、ずーっと彼は口がきせなかった。そして先ほど子供たちの前でもお話ししましたけど、一章の68節、69節あたりを見るとですね、このように出てきますね。ザカリアがね、その子はヨハネだ、名前を書いたら彼の口が開かれて、彼の口がほどけてですね、口が切るようになったって言うんですね。その子はヨハネって書いた後に、口が切るようになんて言ったかというと、主なるイスラエルの神は本べきかな、神様なんて素晴らしいんだろう、神様なんて素晴らしい方なんだろうって賛美があふれてきたわけであります。ザカリアはどれだけ神様との素晴らしい時間を過ごしてきたか、神様と親しい時間を過ごしてきたかってことを思います。そういうことを思うと、これはもしかしたら罰とかそういうことじゃないのかなって、本当に神様はザカリアを招いて、ザカリアとお前と一緒に時間過ごしたいんだよって、彼を招いて彼と特別な時間を過ごされたんじゃないかなと思うのであります。神様は素晴らしい、私たちのために救いを与えてくださった。彼は喜びにあふれて賛美をしました。でもそれだけじゃない、彼は聖書を読んだんじゃないかなと思う。今のように私たち当たり前のようにこの聖書がね、こういうふうに一人何冊持てる、一冊は最低持てる、いや何冊も持ってる方もいらっしゃるでありましょう。また最近はこういうふうにですね、携帯に入れてですね、もうそのいくつもの訳を入れることもできます。本当に、まあ、ある意味お手軽にですよ。それがまた問題なのかもしれませんけれども、このね、本当に聖書を軽く見てしまうといけないなと思いますね。本当にこの尊い御言、神様の御言葉であって、私たちの心に命を与え、力を与える神の言葉でありますよ。このザカリアは本当に一生懸命読んだでありましょう。彼は祭司でありましたから、この巻物に、ね、当時は巻物でしたけど、その巻物に触れることもできたでありましょう。この最後の79節、78節、79節を見るならば、こういうふうに書いてありますね。これは私たちの神の憐れみ深い御心による、それはまたその憐れみによって日の光が上から私たちに臨み、暗黒と死の影とに住む者を照らし、私たちの足を平和の道へ導くであろう。これザカリアの言葉であります。これはイザヤ書に似たような言葉がありますね。イザヤ書の9章の言葉であります。暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗闇の暗黒の地に住んでいた人々の上に光が照った。ああ、ザカリアはこの聖書の言葉に親しく触れていたんだなと思う。この聖書を読んで、聖書を味わって、聖書から力をいただいて、ああ、神様はこのことをしてくださるんだ。こんな素晴らしいことをしてくださるんだ。暗闇の中にいる人々に光を与えてくださるんだ。私たち今日は、集まって共に礼拝を守ることができないでいます。また活動も自粛をすることになっています。私たちはしばしば動くことによって力をもらっています。活動することによって元気をもらっています。寂しいですよね。本当にもっとやりたい、いやできることはいくらでもあると思うんですが、でもいつもの活動できないのは寂しい。でもだからこそ今御言葉に聞くことに心を向けようじゃありませんか。だからこそ本当に神様に聞くことに目を向けようじゃありませんか。御言葉に聞くことに目を向けようじゃありませんか。マルコによる福音書の7章、耳が聞こえなかった、話せなかった人にイエス様は癒しの御業をなさいました。そこでイエスは彼一人を群衆の中から連れ出して、その両耳に指を差し入れ、それから椿でその舌を潤し、天を仰いでため息をつき、その人にエパタと言われた。これは開けよという意味である。すると彼の耳が開け、その舌のもつれもすぐに取れて、はっきりと話すようにした。耳が開けたときに口も開けた。私たちは
聞くことよりも喋りたい、聞くことよりも喋ることの方が得意であります。でも口が開かれるために聞くものになろうじゃありませんか。語るよ、本当に聞こえるね。これ自分に対して言ってるような気がするんですが、聞くものになろうじゃありませんか。御言葉に聞くものになろうじゃありませんか。時が来て口が聞けるようになった時に、そのザカリアの口からほとばしるように神様の賛美が出てきたように、私たちも時が来て思いっきり動き回ることができるようになったら、本当にそこで神様に思いっきり仕えることができるように、御言葉に聞くものになっていこうじゃありませんか。本当に御言葉に聞いて、御言葉から力をいただいて、御言葉によって養われて、祈りの中で力をもらって歩んでいこうじゃありませんか。静まって、私こそ神であることを知れとおっしゃった神様が私たちを招いていらっしゃいます。本当に神様の前に出て、神様の語りかけを求めて、神様が導いてくださることを信頼して前進していこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。しばらくの間、神様の前に一人一人お祈りの時を持ちたいと思います。その前に一言、私たちをお祈りいたしますね。お祈りします。神様、感謝いたします。あなたが本当に私たちを招いてくださって、このようにあなたの前に心から礼拝をされていることを感謝いたします。あなたが私たちを信仰に招き、あなたが私たちをあなたとの交わりに招いてくださって、本当にあなたと共に歩むようにと招いてくださっていることを感謝いたします。神様、どうか語ってください。しもべは聞きます。主よ、お語りください。どうか主よ、今私たちに語ってくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。しばらくの間、一人一人神様の前にお祈りを立てを持ちましょう。大切な時です。主の前に自分の言葉で応答の祈りをさせましょう。ご一緒に主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アメン。それではここで神様への感謝の捧げ物として献金の時を持ちます。献金は神様への感謝の応答です。趣旨がよくわからない、何のために献金するんだろう、
そういう方がいらっしゃったり、またご準備のない方、ご心配なく、お盆をそのまま過ごしてくださって結構でありますが、ビデオで守っていらっしゃる方々も本当に献身の思いを持って今日の献金を主の前に取り分けておきましょう。そして次にいらっしゃる時に、その時との献金と一緒に主の前にお捧げいたするようにいたしましょう。それでは主の前に献金を捧げいたしましょう。どうぞご自立ください。献金感謝の歌を歌いましょう。感謝と喜びを今主の前に、今主の前に賛美の今主の前に捧げよう。今主の前に捧げよう。お祈りをお願いします。父なる神様、今日の礼拝に感謝します。それぞれのところで、ビデオ礼拝を、行っています。主が与えてくださった恵みに感謝します。ただいま献金をお捧げしました。どうか御用のために祝福してお持ちください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。それではご自立になったままで、応答の賛美、賛美歌の532番、ひとたびはしみしみも賛美いたしましょう。
私たちの主イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりとが改宗人とともに今このそれぞれビデオで礼拝を持っている一人一人とともに今も後もいつまでもございますように。アメン。どうぞお座りください。以上をもちまして2020年3月1日の主日礼拝を終わりいたします。本当に主に期待しつつ祈りながら前進していきましょう。主に感謝いたします。